はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジアじゃない、青始めていきたいと思います。それでは、ワンカップ2回戦ですね。N1 7位のホルティール浜松との試合です。ですね。選手、疲れてる選手はないですね。練習試合は行いません。ということで、直接、ホルティーヌ浜松との2回戦をやりたいと思います。このぐらいかな。相手ですね、こうなってますね。なんか極端ですね。このチームやっぱり防御が強いですよね。なんで簡単に点を取れると思わないことです。一応クラーカリバーズが2ジャパンカップを勝率はリードしてるんですけど、動向次第ではわからないですね。さあスタート。早くもピンチ。さあ出ていきます。チャンス緑、先取点。一瞬のチャンス逃しませんでしたね。これですね。はい、決めてくれました。出てしまいました。そこは取るチャンスだったんですけどね。攻めた方がこのゲーム有利です。危ない、クリアだ。クリアした方がいいんですよね。落ち着いた展開は見事なパス回しなんですけど、さあどうする？
おっと、リオが。はい、これで前半終了、1対0のリードです。やっぱり中盤が疲れちゃいますよね。最近の傾向はみんなこうです。クライスもいい選手なんですけどね。クライスだけ変えましょう。さあ後半スタートです。これはいけません、ファールです。おっとハイライン越えて試合してしまった。キーパーパンチング、クリアした上でボール取って確率上がっていくのがいいんですけど、やばい、あー本丸だ、決められてしまった。なんでかな、あちちち、完全に隙つけ合いましたね。選手交代、ユーナを、ユーナを変えるべきかな。リオを彩香に変えてみましょう。交代は認められますね。さあ、窓か。さあここは緑、おっと入ってないのか、運もない。うーん、あーっと、なんとリードを許してしまうフォルティーヌ浜松に。せめて追いつくしかない。このハイダーのパスもうまいんですよね。パスも、この抜くところもうまいんですよね。抜いてからのセンタリング。さあ、チャンス、くるみ、オフサイドですね。フォルティーヌ浜松強いです。だからリーグ戦、前回のリーグ戦4対1で勝ったんですよね。さあ、あまり時間がない、10分ですね残り。おっと、こういうとこはやはりうまい。時間が虚しく過ぎていきます。さあ、夏希取りました。もうほとんど時間がない。さあ、ほぼラストチャンスでしょうね、これ。かな、ハイダ、ミオ。さあ、こちらボールのスローインです。最後のチャンス。残念。はい、なんと、2回戦で敗退です。先制したのはクラワカリバーズなんですよね。この緑の先制パンチ。本丸ですね。本丸はかなりの脅威です。本丸マークはしてるんですけど、それを打ち破ってしまうんですよね。これが
本当に不運ですね、このシーンは。決勝点になってしまいます。しかしやっぱり向こうの方が力上ってことですよね。課題も2つしかいただけなかったっていうのは、ねえ、2回戦敗退です。この後今年は優勝を目指してジャパンカップの賞金は当てにならないので、優勝を目指すしかないですね。はい、ということで残念ながらジャパンカップ敗れてしまいました。もっともとなると残りはもう優勝するチャンスはまだ残っております。エルドラド欧州戦、ここはしっかり勝って優勝へ前進したいと思います。ぜひ応援よろしくお願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間に、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。